グランディングのやり方はいくつかあるんですけれども、今回はソファーや椅子に座ってできるやり方をお伝えしたいと思います。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。6月29日は蟹座の新月がやってきます。この日のお誕生日の皆様、6月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。さて今回は月のパワーと私たちが持ってる意識のパワーを使って願いをよりパワフルに叶えていこうね。ということで今回も思いっきり未来を先取りする予祝でいきましょう。で今日は願い事の後に開運アクションをお伝えしますからね。まず蟹座の新月は午前中の11時52分から開始して48時間くらいは新月のエネルギーが流れてます。新月は潜在意識と顕在意識がつながりやすい時なので、願いが叶いやすい時といつもお伝えしています。ですので新月の習慣として願い事を改めて書いてね。で今回の新月にやったらいいこと、それは蟹座には意味があって、家族、仲間、家、プライベート、居場所、心の基盤、育てること、安定、感情、安らぎ、母性、包容力などの意味を持っていますけど、この意味も取り入れながら今回の新月のテーマは安心できる〇〇を具体的に書いてみましょう。それも自分の気に入っているノート、ウィッシュノートに書いてね。で私もですね、いつもこの自分のねウィッシュノートに書いているんですよ、しっかりと。でね、ウィッシュノートに書くと本当に叶うんですよね。ということで今回は安心できる居場所とは、安心できるお金とは、安心できる家族とは、安心できる人間関係とは、安心できるパートナーシップとはなど、安心できるものをテーマにする願いがとってもいいですね。願いを叶えるにも引き寄せを起こすにも、安心はとっても大事になるんです。自分の安心が分かると心も安定して考え方もポジティブになるので、幸せをどんどん引き寄せていくことができるんです。それでね、新月で書いたことをイメージすることが大事なんです。イメージができないものは叶わないくらいと言われてるぐらい大事なんですね。なのでイメージして未来を先取りしていくんです。そして先にお祝いしちゃうというのが予祝なんですね。これは恐ろしいくらい願いが早く叶う方法です。叶うことを先取りということで、みんなで予祝だ、乾杯、みんなでやろうね。では蟹座の新月という開運日におすすめの開運アクションを6つお伝えしますけれども、最初の4つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしますね。まずこの日にやるといい定番の開運アクション、1つ目は新月の儀式をする。私はこういう新月の日には新月の儀式としていつもやるのが、ウィッシュノートに書く前や書くときにお香を焚く、キャンドルを焚く、その前後に塩風呂に入る、お風呂で香りを楽しむ、月光浴をしたお水を飲むということをしています。で、塩のお風呂に入ることで身を清めることができるので、新月を新たな気持ちでスタートさせるには塩風呂に入るのがおすすめです。そしてこの日にやるといい定番の開運アクション2つ目は開運フードで、最初に金アップフードは卵。卵は白くて丸い形から金を運んできてくれる食材ですね。そして卵は焼くと黄色い色をしています。で、この黄色も金アップには効果のある色なんですね。他にもお金を生むという意味もあって、卵は金運上昇には欠かせない食材になります。そして強運アップフードは旬の野菜を入れたお味噌汁。お味噌汁に使う味噌は発酵食品で健康運を上げてくれるので、他の運気もどんどん上げてくれます。またその味噌を使って旬の野菜を入れたお味噌汁は元気の源の宝庫です。今の時期だったらナスやインゲンといった夏野菜が出回っていますよね。旬のパワーを詰め込んだ野菜のエキスがたくさん入っている味噌汁を飲んで、体から元気になって今日を掴んでいこうね。そしてラブアップフードはかぼちゃ。かぼちゃには出会いや結婚、そしてパートナーとの安定した関係を築いていくのに効果があります。
ラブーンを全体的に底上げしてくれる甘みをプラスしてスイーツとして食べるのもおすすめです。そしてこの日の快アクションの3つ目は定番のキュンアップ掃除。この日はシンクの排水口または食器棚を掃除するとキュンアップです。お金の運気を左右するキッチンなんですけど、シンクの排水口をきれいにして水の流れを良くするとお金の流れが良くなります。で、排水口はぬめりや水垢が水の流れを悪くするだけではなくって悪臭の原因にもなりますよね。で、水の流れが悪かったり悪臭があると機運は一気に低下してしまいます。なのでシンクの排水口をきれいに掃除して水の流れを良くして悪臭対策をすることで機運がアップするんです。またこの日は食器棚を掃除することでも機運アップに効果絶大なんですね。食器棚は食べ物を乗せる器やコップといった体に入るものの土台をしまっている場所なので私たちの健康にもダイレクトに関わっているんです。で、食器棚の中のものを全部出してね、棚の中のホコリを取ってきれいにしておくことで健康運がアップして元気に動ける体を手に入れることができます。で、元気に動けることは運を動かすことになるので自然と機運も上がっていくんですね。そして食器棚を掃除する際には割れたお皿やコップは悪い運気を引き寄せる原因になるので思い切って処分をしましょう。食器棚をきれいに掃除したら中に入れるお茶碗やコップも場所を決めて置いておくのがポイントです。お茶碗はこの場所、コップはこことね、場所を決めておく方が見た目もきれいですし、ごちゃごちゃと置いてあると運気が乱れてしまうんです。なので整理整頓も気アップには欠かせませんからね。そしてこの日にやるといい定番の開運アクション4つ目は神社参拝。この日は新月なのでお寺や神社参拝にはとってもいい日です。特に氏神様や産砂様に参拝するとご利益があります。またね、新月や1日に参拝するのは1日参りといって新月の願い事を神様の前で宣言すると願いがさらに叶いやすくなるんです。新月は新たなスタートを切るにもいい日なので、新しいことを始めるために決めた目標の中で自分ができることを宣言して神様にお伝えすると神様が勇気やチャンスを与えてくれて願いが叶うようにサポートしてくれるんです。神様に宣言することで気も引き締まっていいスタートが切れます。そしてこの日にやるといい開運アクション5つ目はインテリアを見直してくつろげる家づくりをする。この日は地に足をつけて機運の土台をしっかりする時なんですね。なので家という場所をくつろげる場所にするには生活をしていく中の重要な部分であって、家という土台をしっかりするのはいい人生を切り開いて機運をアップしていくのには欠かせないんですね。それに安心して過ごせる家とか安心して眠れる部屋っていうのは自分自身を守ってくれるものなんです。また自分のね、好きなインテリアに囲まれているととっても幸せな気持ちになって精神的に安らげる効果も大きくなります。ですのでこの日はお家のインテリアを見直して自分のリラックスできる家作りをしてみましょう。インテリアの見直しのポイントはまずいらないものは処分をして自分の好きなインテリアに囲まれているというのが大切なんです。自分にとって必要ないなと思うものをずっと捨てられずに取っておくのは物に縛られているだけであってそのもの自体との相性もあまり良くないんです。必要ないと思うものを取っておいても運気がダウンしてしまうんですね。なのでインテリアを見直す中にはいらないものを処分することからやってみましょう。そしていらないものを捨てて好きなインテリアで固めた部屋は一気に気分が明るくなって前向きな思考になっていきます。家具や寝具といった大きなものを動かしたり買い替えたりというのも開運につながっていくんですけど、自分の家を自分の好きなインテリアに変えていくというのも運気を上げていく大切なポイントです。好きなものに囲まれていると毎日が幸せになっていい運気がどんどん家に入ってきます。それに好きなものが家にたくさんあることで落ち着いてリラックスできる家になっていくんですね。全部の部屋のいらないものを一気に処分や好きなものを置くのは大変なので一つの部屋にお気に入りのインテリアを一つ置くとか必要ないものを一つ処分してみるとかでも OK です。
そしてこの日にやるといい開運アクション6つ目は、グランディングするとさらに願いが叶って機運上昇。この日はグランディングをして機運をアップしていきましょう。グランディングとは土台を安定させるとか地に足をつけるという意味があります。で、実際ね、グランディングは足を地面につけることで大地からのエネルギーを体に吸収させていくことなんです。グランディングのやり方はいくつかあるんですけれども、今回はソファーや椅子に座ってできるやり方をお伝えしたいと思います。まずソファーや椅子に座って背筋を伸ばして、両足の足の裏をしっかりと床につけます。次は目を閉じて深呼吸をして、自分の体に意識を向けて頭から足までの順番で力を抜いていきましょう。この時両足首にコードがついているとイメージしてください。そしてコードは地球の中心部にたどり着くようイメージします。息を吐き出しながら、自分の中にあるネガティブな感情はコードを伝って流していきましょう。そして息を吸うときは大地のエネルギーを吸い上げるようなイメージをします。いい気がどんどん上がってきて自分の中にたくさん入ってきます。頭のてっぺんまでいい気で満たされましょう。気が満たされたら深呼吸をして、心が落ち着いたらゆっくりと目を開けます。座ったままでもできるグランディングのやり方をお伝えしました。グランディングは気のバランスを整えて足りないエネルギーを吸収することができます。大地のエネルギーを取り入れることは、自分自身の生きる土台である体を整え、心の疲れを癒してくれます。しっかりと地に足をつけてエネルギーを感じることは、ストレスや不安に陥りやすい時にも効果的です。体や心の土台が安定すると、もちろん運気も上がっていって機運もアップしていきますからね。土台がグラグラしては願いも叶わなくなってしまいます。なので、地に足をつける感覚を意識してグランディングをしてみてね。今回の新月にアクションすることで願いが叶うパワーが強力に働きますからね。というこの日は新月のパワーがめちゃくちゃ流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それで願いを叶えちゃいましょう。そして私たちの大事なことは、自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。いつもみんなのコメントを楽しみにしていますが、この新月の予祝、みんなは何をするかな。ここのコメントにぜひ予祝やることなど書いてみてね。前に書いてくださっても同じこと書いても大丈夫。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいいただいているので、体験談をお伝えします。予祝して、なんと臨時収入5万円から始まって190万、520万円を手にすることになった方、このウィッシュノートすごすぎます。書いた8割が叶った方、コメント欄にね、素敵な彼と一緒にいる私というのを予祝したら、本当に素敵な男性と出会った方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんな見てますよ。最近ですね、私は仕事の合間にですね、息抜きのためによくゲームの話をしたりするんですけど、ゲームをしたり漫画を読むというオタクなんですけど、最近ハマった漫画をお伝えします。少女漫画なんですけど、私は三木本凛先生の午前0時キスしに来てよが大好きなんですけど、この先生のシリーズ近距離恋愛今日の気楽にハマってました。私この年齢で JK の漫画を読むとは思わなかったんですけど、こんなにキュンキュンして涙あり笑いありで楽しかったんですね。漫画好きな人はぜひ読んでほしいなと思います。そしてみんなで一緒にキュンキュンしましょう。みんなも何の漫画が好きかぜひ教えてね。私も読むかも。じゃあね。